山下康夫8月3日隊は、日本の政治家、立憲民主党岐阜県連常任顧問、衆議院議員、参議院議員を務めた。正式な名前の表記である、山下康夫のほか、山下康夫の表記も用いる。中国国田省で生まれ、岐阜県中津川市及び広島県で育つ。高陵高等学校を卒業し、中央大学法学部に進学するも、すぐに中退。 1966年、日本社会党に入党し、立野健次郎衆議院議員の秘書を務める。1983年の第37回衆議院議員総選挙に日本社会党を公認で、旧岐阜2区から出馬し、初当選、以後4期務める。1996年、社会民主党決闘には参加せず、旧民主党からの立候補を希望していたが、 民主党側が受け入れず、第41回衆議院議員総選挙には、無所属で、岐阜国から出馬。岐阜国で自由民主党の小屋刑事らに敗れ、得票数3位で落選。落選後の1997年、民主党に入党。翌1998年、第18回参議院議員通常選挙に、岐阜県選挙区から民主党公認で出馬し、当選。 2004年の第20回参議院議員通常選挙でも岐阜県選挙区で再選。2010年、第22回参議院議員通常選挙で参戦を目指して岐阜県選挙区から出馬したが、自民党新人の渡辺武氏の民主党新人の小宮山孝二に次ぐ3位で落選。2018年4月17日、民進党に離党届を提出。 同日記者会見を行い5月に立憲民主党の岐阜県連合を設立する意向を表明した。ありがとうございます。